緒にまた一歩誰かに押されてまた一歩自分の力でまた一歩誰かの力でまた一歩振り向いたら足跡二つ。いつの間にか空は晴れている涙がこぼれる時も叫び届かない時も相手にされない時もうつむいて歩く時も誰かと一緒にまた一歩皆さんこんにちは。今日はライフライン世の光の集いにようこそいらっしゃいました。今年は新型コロナの影響でこのライフラインまた世の光の各地域におけるその集いが9月の初め頃まで全てこの中止あるいは延期になったということでですね、今回はこのようにウェブでのその収録そしてまたウェブでの配信というようなことをですね企画してこのような集会を持とうとしております。どうぞ最後までですねお楽しみいただきたいというふうに思います。今日はですね賛美のゲストとしてバリトンのオペラ歌手であります野村光弘さんそしてまたピアニストとして高瀬沙織さんをお招きしています。お二人は夫婦なんですね。実はこの野村君と言ってあるでしょうけども野村さんとはですね数年前に福島のライフラインの集いでご一緒させていただきましたが今回はですね奥様ピアニストの沙織さんが来てくださるということですね。とっても楽しみに参りました。皆さんもどうぞその素晴らしい賛美をですね堪能していただければなということを願っております。それでは早速ですけれども野村さんにですねまたご夫妻に来ていただきましてこの素晴らしい賛美を皆さんに届けていただきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。ウェブ配信ということで今誰もいないんですけれども画面の向こうに、たくさんの方がいらっしゃるということで、こんにちはというふうに言わせていただきたいなと思います。オペラ歌手というふうに紹介していただきまして、最初はただ歌ってしまおうと思っていたのですが一言、少しだけオペラのアリアを歌わせていただきたいなと思います。ドン・パスクワーレという、オペラから天使のように綺麗おらかな娘というアリアを歌わせていただきたいと思います。じゃあお願いします。¡Gracias!
このオペラはですね、ドン・パスクワーレさんという70歳ぐらいの老人がいるんですけども、その、老人がですね、若い女の人と結婚したいということで、その女の若いお嫁さんをお見合いで紹介してあげるよっていうふうに言って、最初にどんなに素敵な娘さんか説明しているという、お医者さんのマラテスタというキャラクターが歌うアリアなんですけども、なんでこの曲を選んだかというと、全くライフラインと関係ないじゃないですか。なんでかというとですね、コロナウイルスの影響で4月に初めて企画でオペラの公演を催すつもりだったんですよ。でそれがなくなってしまって、で私がそのマラテスタというキャラクターを歌って、で妻の高瀬沙織というんですけども、がオーケストラ、ピアノ公演だったんで全部弾いて、で字幕とかを作ってですね、なんか楽しかったんですよ、これを準備するのが。で、公演がなくなっちゃって残念だなと思っていたところに、こう岩井先生からお話をいただきまして、腹いせに歌ってやろうと思いまして1曲目はこちらを歌わせていただきました。ありがとうございました。次は全てちゃんと関係する曲でございますので、安心していただければなと思います。次はナブッコというオペラから、ユダヤの神よという曲を歌いたいと思います。これはですね、ヴェルディが作曲したオペラなんですけども、聖書に出てくるバビロン捕囚が舞台となっておりまして、ナブッコというのはイタリア語でネブカデネザル王のことを指しております。ネブカデネザル、ナブコデネザル、ナブッコということでですね、実際イタリアの楽譜ではナブコデネザルって書いてある版もあるんですけども、バビロン捕囚で国が滅ぼされてしまうところから舞台が始まって、今から歌うのは神を冒涜したネブカデネザルが罰を受けて狂ってしまうということで、ですごい苦しみの中で幽閉されてしまいまして、でその中で娘が処刑されてしまいそうだということに気づいた時に悔い改めの祈りをするシーンになります。短いアリアですけども、歌わせていただきたいなと思います。
もう本当に素晴らしい声で、また本当になんかこう喜びにあふれたね、やっぱり奥様がいらっしゃるとちょっと違うかなっていう、そんな感じもちょっとしますけれどね。そうですね、前回は前回はね CD で の、はい、あの賛美でしたけど ね、はい、そうですね、だいぶこの違う感じが出ますよね、はい、実は私がですね、あの野村、まあ、君といいましょうか、幼稚園の頃ですかね。そうですね、あの同じその教会に、あのわらび、埼玉県のわらびというところにあるその教会に、はい、あの私が新学生で行った時に、まだ幼稚園の年少とか年中とかそんな感じだったかなと思うんですけど、そこからもうこんなにね、あの立派に大きくなったんですけど、なんかあんまり雰囲気は変わらないようなそういうあどけなさも少しありながらも、でも本当になんか素晴らしい力強い歌をね、本当に感謝をします。なんか今のそのナブッコというのはネブカデネザル王、はい、そうなんですね、教会学校で時々と言いましょうかね、よく聞くような名前ですよ ね、はい、社会の授業で出てきた時ちょっと興奮しましたからねそうですよね、はい、まさにこの聖書の世界は歴史の中のね、はい、その世界ですけど、今日この後のね、あの聖書のお話でも少しこのネブカデネザル王のことをお話をしたいなと思うんですけど、さっきこの最初の導入でお話をしてくださったように、ちょうど今このコロナの問題で、はい、まあ、今ねこうちょうどあの無観衆での集会になって、うん、ちょっとね残念な感じはあるんですけども、今日はね来てくださって感謝なんですが、やっぱり今本当に大変な中を通ってる感じですね。そうですね、あの、まあ、教会の集会とかもそうだと思うんですけど、うん、あの、まあ、やっぱり生で、うん、あの空気が振動しちゃうものは、うん、あのダメだって言われちゃっているので、うんうん、あの、まあ、例えばこう自粛期間中にバンドの、方とかがリモートで演奏をするっていうのがありまして、うん、ありますね、それは素晴らしいことだなと思うんですけど、あの私たちの職業は、うん、あのロックバンドのイヤホンであのリズム帯を叩いているようなものがなくて、なるほど、あのちょっと伸びたり縮んだりしているものを、ね、あのまあ、ピアニストが感じ取って、うん、あの合わせてくれたり、逆にピアニストがくれたリズム感の中に僕らが泳いでいくみたいなものだと思っているので、そうするとやっぱりあの、まあ、僕はあの幸い妻がピアニストなので練習する時もあの一緒にやってくれてますけど、あのピアニストがいないから演奏することもできないで、ずっと家の中にいる、まあ歌手の仲間たちも。なるほど、じゃあ今日はでも久しぶりにこう少し声を出して、そうですね、広いところで歌うのが久しぶりで、そうですか、
はい、いやでもそれは良かったです。でも本当にこの大変なことっていうかね、うん、今までこうなんか日常の中にあったようなものがこう一瞬にして奪い去られて、うん、本当に大変な中を通るんですけども、うん、大変な中を通るからこそね、何か見えることとか、うん、大切なことが分かったりするようなこともあるんじゃないかなと思うんですけど、この後歌っていただくその歌は何かそういう大変な中を通る、そうですね、そんななんか、はい、夢の話でしたっけ、なんかね、うん、有名なあの夢の話、詩のフットプリントですね、はい、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これはまあワーシップソングのあのフットプリントという曲で、夢の中でイエス様と一緒に歩いていて、ある自分が一番辛い時に足跡が一個になってしまった、なんで辛い時に一緒にいてくれないんだろうって思ったら、イエス様が私はあなたをおぶっていたんだよっていうふうに言ってくださったという夢がそのまま歌詞になっている曲でございます。説明しないでも分かっちゃうぐらいそのまんまの歌詞なので、これ以上言っても意味がないかなと思いますので、歌わせていただきたいと思います。それこそですね、この曲を歌おうかなって思った時にですね、まあ私は蕨の教会に集っているんですけども、それこそ先ほど岩井先生が言ってましたけども、幼稚園ぐらいからずっと行ってるんですよ。でまあ幸いぐれたりもせず一回教会を離れるとかもなく、ずっと教会に行ってるわけですね。で歌を始めて声楽家になろうと思って、でまあ演奏活動をしていく中でも、まあ教会で歌わせていただいたり、まあ何年前ですかね、福島の、まあ数年前にライフラインで呼んでいただいた時も、まあこういうふうに、まあ、教会が近くにあるのが当然だったんですけども、まあ突然なんかよく分かんないけど外に出ちゃダメって言われだしてですね、で最初に多分影響を受けたのも私たちの仕事の分野だったと思うんですけども、2月ぐらいにですね、その新型コロナウイルスっていうやつが結構流行ってきたらしいよって言ってて、で僕と妻はその4月に先ほど言っていたオペラの公演を企画していて、最初に思ったのは
やばい、僕が思ったのはやばい、お年寄りの方ばっかりだからお客さんが怖がって公園に来なくなっちゃうと思ったんですね。それぐらい気楽に考えていて、それで4月中だとお客さん怖がって来ないかもしれないから5月に延期しようって言って、慌ててホールをと調整をして5月に延期して、よしこれで1ヶ月ぐらいしたらもう落ち着いてるでしょって思ったら、どんどんひどくなってきてですね、で僕らは今年イタリアに行こうと思っていて、6月から2ヶ月ぐらいちょっと旅行と勉強を兼ねて、ミラノの方に行こうと思ってたんですけど、それもイタリアが一番ひどいって言われてる時期に重なってしまって、はあ、これはいけないやと思って、で、まあ、奥さんと結婚したのが1年前なんですけども、イタリアに行くのも4月にオペラをやろうと思っていたのも結婚する前から話していたことで、まあ、それが楽しみで頑張ってた部分もあったんで、まあ、大変落ち込みまして、で、まあ、最初の 1,2 週間はまあ家に出れなくても、こう家にいなきゃいけないけど、まあ、ちょっとお菓子作ったりですね、なんか女の子みたいでしょ、お菓子作るんですよで、YouTube で料理の動画とかを見てですね、料理を作ったりとかしてですね、なんかそれなりに楽しかったんですけど、まあやっぱり当たり前だった礼拝にも行けないし、当たり前にしていた演奏活動もできなくなっちゃったし、ストレスがすごく溜まって、で、まあやっぱり、まあ、皆さんもそうだと思うんですけど、うつうつとした気持ちになって、で、まあ些細なことで喧嘩になったりしてしまったりしてですね、声が枯れてしまったりとかですね、いろいろあったんですけども、それでもうちの教会の先生がおっしゃってたんですけども、教会でメーリングリストを作って、連絡がダイレクトで取れるようにしようっていうふうに、まあ、ちょっともしかしたら進んでいる教会からしたら遅いかもしれないんですけど、今年の頭ぐらいになって、でこんなの使うのかなって僕なんか思ってたんですけど、それが設定された途端にコロナにが流行って、でそのメーリングリストのおかげで、わりかし迅速に連絡の共有ができたりとかして、まあ備えていてくださったんだというふうに思いました。で歌の仕事ってまあ競争だし、誰かが出ると僕は出れないし、でまあニコニコ笑ってでもやっぱり僕は舞台で歌いたいと思っていたので、競争に負けたりすると、なんでだろうって思ったりするんですね。で、自分のことばっかり考えてしまうんですよ。そういうことすら恵みだったということに気づきませんでした。当たり前だと思っていました。で、きっといっぱいたくさんの人がそう思ってるんじゃないかなと思います。今まで舞台仲間と稽古に行って一緒に歌ったり、休憩の時にバカな話をして笑ったりとか、で本番でお客さんの前で歌って喜んでいただいたりとか、で教会に毎週通ったりするってことがこんなに大切なことだったんだっていうことに亡くなるまで全く気がつかなくて、それよりも僕が思っていたのはこのオーディションを取ってやるとか、この公演を成功させて自分の価値を上げるんだって思ってました。で、僕はオペラも大好きなので、もうそれが全てになっていたのかもしれないですね。
で、あの福島のライフラインの時に、あの声が出なくなってしまったあのベーさんの話をした時に、まあ証しで、いや喋っているんですけど、やっぱりよく分かってないんですよね。歌えなくなるとか、舞台がなくなるってどういうことなのか。で、やっぱりそれで落ち込んでいる時にこのお話をいただいて、本当に感謝でした。で、これを決まった時に、今歌ったフットプリントはすぐに思いついて、きっとこういう時こそ神様は共にいてくださるんだろうと。で、まあこういうふうなことを言っていても、やっぱりまあこの状況は嫌ですよね。一緒にやっぱり礼拝をしたいし、一緒に演奏会に出たいし、やっぱり面と向かって僕は人と関わりたいですね。で、この状況がきっと神様のご計画で何かを教えてくださるんだと思うんですけど、まあそういうふうに9月ライフラインが再開した時に言えるように生活をしていきたいなと思います。で、まあ足りない僕たちに祈り方を教えてくれたイエス様の言葉が、主の祈りですね。その主の祈りが曲になっておりますので、主の祈りを歌いたいと思います。
当に素晴らしい賛美、また素晴らしいピアノをですねお二人に聴かせていただいて本当に感謝だったなと思うんですね。私たちはさまざまな試練の中、苦しみの中を通りますけれども、その中で発見すること、その中でしかわからないことって数多くあるなと思うんですね。けれどもその苦しみがさまざまなチャンスにも変わる時があるんではないかなとも思うんです。皆さんはいかがでしょうか。今日はですね、苦しみの意味と神の招き、苦しみの意味と神の招きというテーマで短くですね聖書から学んでみたいと思うんですね。この新型コロナの問題は決して簡単なことではなくて、本当に今全世界に多くの影響があり、またさまざまな大切な命が本当に失われ、最前線で労してくださっている医療現場の方々や、また本当に私たちの生活を支えるために多くの方々が本当にそれこそ命がけでこの労してくださっている、そのことを思わされるんです。けれどもその中にあって、私は一つの聖書の言葉が心に留まって、実は何度も教会の方々に紹介しているですね、こんな聖書の言葉です。旧約聖書の愛歌というところにあるこんな言葉です。主、まあ、主というのは神様のことですが、主はいつまでも見放してはおられない。主はたとえ悲しみを与えたとしても、その豊かな恵みによって人を憐れまれる。主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。主が人の子らを意味もなく苦しめ悩ませることはない。この聖書の言葉に出会って私自身が本当に励ましを、そして力を受けたんですね。先ほどお話の中にありましたけれども、実はこのキリスト教会も例外ではなくて、みんなで集まって神様を賛美し礼拝するというのがある面では当然のことであり使命でもあるんですが、それが集まることができない、みんなで歌うことができない、そんな状況が訪れました。けれどもそのことが一つの大きな実はチャンスにもなって、この今多くの教会でこのウェブでの礼拝がこの配信されていて、思いがけない方々がその礼拝に参加してくださっている。私たちの教会にも実は海外の方々が、日本人教会に行くことができない方々がアクセスしてくださっている。また本当に懐かしい方が、そして教会ではなかなか来られない病気の方や、またこの家族の方も普段ではなかなか行けないけれどもという、そんな方々が集ってくださっていることも一つの憐れみだなと思うんですね。今日はこの箇所から3つのことを考えたいと思うんですが、第一には苦しみの中にある意味です。私たちにとって当たり前だと思っていることが奪い去られること、あると思っていたもの、握りしめていた、これが私のものだと思っていたものが取られることほど辛いことはないかもしれません。神の民イスラエルも実は神様にあって私たちは導かれた、神様に祝福されている民なんだと、そんな思いを持っていたわけですけれども、なんとこの国が2つに分裂をしてしまい、そして北王国イスラエルも南王国ユダもどちらとも滅ぼされてしまう。そしてバビロン捕囚という浮き目に出会った。すなわち我が国はようやく国を持つことができた、素晴らしい神殿も建てることができた、あのダビデの時、ソロモンの時にという本当に栄華を極めていた、その彼らのさまざまなものが打ち壊されて全部失われて、そして囚人として敵国へ引かれていってしまう。それがバビロン捕囚であったわけですね。彼らにとって当たり前ものが全部奪われ、立っていたそのところさえも崩されてしまった、そういう状況でした。けれどもその中にあって神様は彼らにもう一度神の前に出る一つの招きを与えられたんですね。彼らはその敵地にあって、敵国にあって、その中で神様に対する信頼というものがなお深まっていくんです。神様に対する霊兵の在り方も
それまではこの儀式的、儀式的な儀礼的なものが多かったんですが、実はその敵国の中にあって神の言葉を中心としたそういう礼拝というものが実は形作られていきました。苦しみの中で、試練の中で、本当に大切なものは何かということがそこで回復していくということがあるんですね。人との接触や人とこの語り合うこと、触れ合うことが奪い去られて、どれほどそれが私に必要かということも思わされるんじゃないでしょうか。神様は意味もなく私たちを苦しめ悩ませることはないのです。苦しみの中に神様の意味があり、ご計画があり、あなたが考えるべき、あなたがまたその中にあって学ぶべきことがあるんではないかと思うんですね。そしてそのバビロンはこのネブカデネザル王の時にある面では非常に大きな力を持つわけでありますが、彼もまた先ほどのオペラの中にも描かれていましたが、神に打たれるその時があったことを旧約聖書の中のダニエルというところの中に実は記されています。ダニエルはその信仰の勇者として敵国の中にあっても本当に信頼される、王たちからも信頼されるものでありましたが、その彼らの信仰を通してネブカデネザル王もまた神からのこのある面では苦しみを受け、彼は先ほどのオペラにありましたが、ユダヤ人の神よと神様を賛美する者へと変えられていった。その方向転換のことを悔い改めというんですが、本当にこの不思議なことですが、それは全く神様を知らない、神様に背を向けていたようなそのバビロン王がその中にあって神様に招かれていったんですね。この第2番に私たちが学びたいのは、この神様の招き、実は3つの招きがあると思うんですね。第1は愛と慈しみへの招きです。この愛か、先ほど読ませていただきましたこの愛かというこの、旧約聖書の言葉は預言者のエレミアという人が書いたのではないかというふうに考えられています。もちろん違う説もありますけれども、このエレミアという人はこの神の民の本当にその裁きを預言した、そして民に悔い改めを促した、その大切なこのメッセージを神様から預かって語る、それを預言者、いわゆる将来のことを預言するんじゃなくて神の言葉を預かって語るというのが預言者であります。このエレミアが語った言葉の中に、この31章にこんな言葉があります。永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それいえ私はあなたに真実の愛を尽くし続けた。神様に背を向けて偶像へと走るような、そのような神の民イスラエル、そのような民でさえも神様は愛して、私はあなたに永遠の愛を豊かに注いだ、永遠の愛をもってあなたを愛した、私はあなたに真実の愛を尽くし続けたと語り続けてくださっているんです。苦しみの中にあって、悲しみの中にあって、神様は彼らがこの神様の愛を受け取るようにと招いてくださいました。見捨てられて当たり前のようなそういう状況、見放されて当たり前のようなそういう状況の中にあって、神様は決してあなたを見放すこと、見捨てることをしない、主はいつまでも見放してはおられないと語っている通りなんですね。新約聖書のローマ書のところには、神の慈しみ深さがあなたを悔い改めに導くという、そんな言葉があります。第2番目には、この愛を受け取った者は悔い改めへと招かれている。2つ目の招きは悔い改めへの招きではないでしょうか。あのネブカデネザル、ナブッコも神の前の悔い改めへと導かれましたが、神に背を向けていた私たちが様々なことを通していろんな限界と向き合って、自分の心の闇、もう本当に人を押しのけても自分さえ良ければいい、
自分の国がと思っているようなそういう状況の中にあって、私たちはこの神様の前に自らの在り方を問われる。神様の前に自分は本当にどうなんだろうかということを問われる、そういう時があるんですね。神様は私を愛してくださり、その愛を通して私はあなたの全てを知っている。どんな汚れがあろうと、どんな過ちがあろうと、どんな失敗があろうと、その全てを私は知って、あなたを永遠の愛、真実の愛で愛していると語り続けてくださる。そしてこの悔い改めへと招き続けてくださるのです。試練を通って、苦しみを通って、初めて私たちは自分の限界や自分の心の闇、あるいは時には他の人々の心の闇に気がつくこともあるんではないかと思うんです。それら全てがあなたを神様が悔い改めへと招いてくださっていることではないでしょうか。第三の招きは希望への招きです。エレミアの29章というところにこういう言葉があります。私自身あなた方のために立てている計画をよく知っている。主の言葉、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだ。彼らがどんなに裁かれ、その国が失われるような、そして敵国へ囚人として引いていかれるような、そういうことがあったとしても、私はあなたに計画を持っている、それは将来と希望を与えるためのものだと語ってくださる。そしてその言葉の通り、神の民彼らはそのバビロン捕囚のそういう状況から、後に立ったペルシャの国の王様を通して、この元々の国へと帰ることが許され、そしてそこにもう一度神殿を再建し、そして神様を賛美し礼拝する、そのような特権を彼らは与えられている。神様の計画というのは本当に不思議でした。それは私の思いや考えを超えた計画けれども、その計画というのは単に彼らが約束の地に戻ることができ、そしてそこに神殿を、本当にソロモンの神殿から比べるならば、ある面ではこのそれに及ばない神殿ではありましたが、それができたからそれが素晴らしい計画だということでは実はないんです。神様の計画というのは壮大な計画でした。それはこのあと数百年後に神の御子であるイエス・キリストが人となってこの地上に来られ、全ての人の罪を贖うために十字架にかかってくださり、そして三日目に死からよみがえって本当の希望を人々に与えてくださる、そこにこの約束の希望の計画の完成があったのです。エレミアが語る神様の将来と希望を与える計画は、実は今あなたにも備えられているんですね。あなたが今どんな苦しみや悲しみの中に、試練の中にあろうとも、神様はその全ての中にあってあなたを愛しておられ、あなたに素晴らしい計画を、将来を実は持っていらっしゃる。そしてあなたのために神の御子イエス・キリストをこの地上に送り、あなたの罪、あなたの闇を全部キリストが引き受けて、あの十字架の上で裁かれ、あなたの罪の裁きを全部受け尽くしてくださった。そのことの上にあなたの罪が許され、神に愛されている子供として希望を持って命を持って生きることができる。死に打ち勝ってよみがえられたキリストと共に、私たちは永遠に向かって歩むことができる。死を恐れる必要がない。キリストは命を私たちに与えてくださるからだというんですね。神様はあなたを三つの招き、愛へと招き、悔い改めへと招き、そして希望へと招いてくださるのです。第三に私たちが学びたいのは、この一歩踏み出すという勇気です。それでも私たちはどこかで変わりたくないという思いを持っています。言うならば、
このコロナの問題があっても全てが終わったら今までと同じところ同じ生活をしたいとどこかで思うのです。けれども必ずしもそうならないかもしれません。私は新しい歩みを考えなければなりません。それは一歩踏み出すこと、新しいチャレンジを神様から受け、そのチャレンジをもって私たちそれに応えて一歩踏み出していく。問題とともに、苦しみとともに、悲しみとともに歩んでいく。なぜそれができるかというと、あなたを愛してやまない、あなたに命を与え希望を与えてくださる神様があなたと共にいてくださるからです。目には見えなくとも、この全てを作られた神様があなたと共にいてくださって、あなたの涙を苦しみを一緒に味わってくださる、一緒に涙してくださる。そしてあなたと一緒に立ち上がって、あなたと共に一歩踏み出して新しい歩みを歩み続けてくださるのです。あのフットプリントの賛美にあったように、神様がイエス・キリストがあなたを背負って歩んでくださるのです。一人の方を紹介したいと思いますが、皆さんよくご存知の方かもしれません。18世紀イギリスで生まれたジョン・ニュートンという方です。お母さんは敬虔なクリスチャンでありましたけれども、このジョンが7歳の時に亡くなります。ジョンはお父さんはこの商船、この船で商売をするその指揮官でありましたので、お父さんに連れられて船乗りとなっていきますけれども、その後この奴隷を商売とするそのような奴隷貿易に手を染めて巨万の富を実は得るのです。当時奴隷として拉致したその黒人への扱いは本当にひどいものでありました。ジョンもそのことを当然のように思っていたのです。けれども彼が22歳の時、転機が訪れました。船長であったその彼が乗っていた船がとてつもない嵐に遭い、もう今にも海に飲まれ込みそうな、そういう状況になった時、彼は必死に小さい頃にお母さんから聞いた神様に向かって祈るのです。神様、助けてください。もう彼は人生の中にあって初めて神様に真剣に向かい合い、そして神様に祈った、だそうですね。すると不思議に神様は憐みを持って、愛を持ってその祈りに応えてくださったのでしょうか。なんとその船は奇跡的に助けられていった。その経験がこのジョンにとっては大きな経験となっていったのです。その後6年間彼はまだその仕事を続けますが、彼のそのそれまでのこの奴隷の方に対する態度とは全く違う、そういうあり方がその彼の船にはあったと、そのように言われています。彼はこの嵐の経験を第二の誕生日とこの語っているそうです。30歳で彼は船を、その奴隷商人の働きをやめて、なんと牧師になるんです。キリスト教会の牧師となって、神様の愛を、神様の恵みを述べ伝えるものとなり、そして47歳の時、皆様よくご存知でしょう、アメージング・グレイス、驚くべき恵み、その詩を彼は書き綴るんですね。自分の人生、もう本当に人を人と思わないような、人を売り買いするようなそんなものであった、本当に惨めな自分が神様に愛され、神様に捉えられ、本当に人生が変えられていった、なんと驚くべき恵みだろうかと彼は語っているんです。驚くばかりの恵みなりき、この身の汚れを知れる我に、恵みは我が身の恐れを消し、任せる心を起こさせたり。この後野村さんにですね、まさとご夫妻に来ていただいて、この賛美を歌っていただきたい、また演奏していただきたいと思いますけれども、どうぞ皆さん、あなたも一歩踏み出してみませんか。神様、あなたと共にいてくださいます。あなたがどんな苦しみや悲しみがあろうと、そのすべてを知り、あなたの罪も全部知る神様があなたを愛し、あなたを招き、そしてあなたの踏み出す一歩を助けてくださり、あなたと共に歩んでくださるからです。お祈りしましょう。愛する神様、私は今苦しみがあり悲しみがあります。
しかしその全てをご存じの神様が私たちを導いてくださり、私たちに愛を与え、愛を注ぎ、そして私たちの罪を示し、私たちの汚れ、その闇を認め、罪を認めて悔い改め、方向を転換してあなたに向かうもの、あなたを求めるものとしてくださっていること、またそのように招いてくださっていることを感謝をします。そしてその招きは希望への招きであることを感謝をします。神の御子イエス・キリストがこの地上に来てくださり、この私の罪の身代わりとしてあの十字架にかかってくださったこと、そして死に打ち勝ってよみがえってくださった、その大きな恵みをもう一度思います。あのジョン・ニュートンが人生を大きく転換したように、私の人生も変えてください。この苦しみの中にあって、悲しみの中にあって、本物の愛を受け取り、本物の希望を目指して、本当の命を与えられて、神様あなたと共に歩む私たちとしてくださいますようにお願いいたします。すべてを感謝してイエス・キリストを御名を通してお祈りします。アーメン。それでは野村さんご夫妻にですね、また来ていただきまして、このアメイジング・グレイスを賛美していただきたいと思います。それではお願いいたします。本当に素晴らしい賛美ありがとうございました。本当にお二人のですね、この素晴らしいこのコンビネーションの中でね、もう本当にこの息遣いがやっぱり、素晴らしい、さすがだなと思うんですけども、なんか本当に心にしみる素晴らしい賛美ありがとうございました。本当に感謝します。それでは一つで下がっていただきましてですね、あの一つの、さまざまなご案内をさせていただきたいというふうに思います。それではここでこの集いを主催しているラジオ番組世の光、そしてテレビ番組のライフラインの案内をさせていただきたいと思います。このラジオ世の光は、北海道から沖縄まで全国23の放送局から、またテレビ番組のライフラインは13の放送局から放送しています。地域によって放送の曜日や時間が違いますので、この世の光と言いましょうか、太平洋放送協会 PBA のホームページで確認をしていただいて、この見たりまだ聞いたりしていただきたいと思うんですね。
私もいくつか の番組で5分、10分、15分、ライフライン全部からのお話をさせていただいておりますけれども、ぜひご覧になっていただければなと思います。また今日のこの集いの様子、実は今日はですね、清瀬福音住教会をですね、私が牧会させていただいている教会ですが、そこを会場にして無改修で集会をさせていただきますけれども、この番組は7月にですねライフラインで放送させていただきますので、ぜひご覧になっていただければなと願います。またこのようなネット配信でのですね、このライフライン世の光の集いは、できればですね毎月1回の予定でですねさせていただきたいと願っていますので、どうぞそれも楽しみにしていただいて、逆にそのこともまた多くの方々にこのライフラインを知っていただくチャンスにもなっていくんではないかなと思いますので、どうぞお友達にも紹介していただければと思います。それではですね、本来ならば皆さんからのこの拍手をいただいてというところなんですけれども、最後にもう一曲、野村さんご夫妻に神様の賛美を捧げていただきたいなと思います。それでは最後よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。賛美をありがとうございました。野村さん、そしてまた沙織さんご夫妻にですね、心からの感謝を捧げたいと思います。本当に感謝します。ありがとうございました。
皆さんいかがでしたでしょうか。この限界があるウェブ配信、またこの収録ではありますけれども、本当にこのようにして皆さんと共にですね、神様の恵みを覚えることができ、苦しみの中にあっても悲しみの中にあっても、そこに神様の恵みがあること、意味なくその悲しみを与えない、そんなことです。皆さんの心に本当に深く刻むことができればなということを願っています。またどうぞこのライフラインの番組や世の中のその放送をお聞きいただければと思います。皆さんの上に神様の祝福が豊かにありますように心から祈っています。またこの番組等でお会いしたいと思います。今日は本当にありがとうございました。これでこのライフラインのまた世の光のその集いを終わらせていただきます。ありがとうございました。